辞典の勧め吉川英治。とかく現代人はまだ辞書辞典などを本当に自分の頭脳に仕切っていない。そのくせ現稿ほど辞典の領書が僕らの書家にその選択の自由を豊かにされている時代もないのだがなお遅れているのはよくその辞典を使い生かす。 こちらの頭の頭方にあると思う。一つの理由はその習慣づけが足りないのであるすぐ辞典を引くまたすぐ辞典に通ってみるという日常の習性が日本人には至って少ないバカな話である自分の書家にちゃんといつでも何でも聞いてくれと言わんばかりに輝いている漁師漁友の辞典を置き忘れてわからぬことを わからぬままによそへ行ってうろうろしている愚をよく自分に見出すことがありはしないか。いや、人とごとではない。私たちのような書斎人と言われるものすら、ままそんな非文化的な徒労をやって、後から辞典に見出して、人知れずよく苦笑する。辞重を覚える。一冊の良い辞典を備えれば、数十冊の、いや、 数百冊の雑書も不要になるかとさえ思われる。それほど辞典のエキスは濃密なのだ。私などは独学をやってきたので、一頃の青年期には良い辞書も少なかったし、また容易に変えなかった。そこでたまたま古本の辞典でも手に入れると、辞典の初めのあ行や異行から辞典を読んだりしてしまったものだった。今は、 いい時点がありすぎるのか学生書士のそれの引用度を見ているといかにもせっかくな恩恵を十分に生かしていないもったいない惜しまれる辞典は事故の脳細胞そのものの一部であることをうっかりしているこの大切な鍵を持ち忘れていたんでは自分の天文のドアを開くことも無理である